戦国騒動は、江戸時代後期の伊豆市藩で発生したお家騒動。しばしば、江戸時代の三大お家騒動の一つとして紹介される。伊豆市場伊豆市藩第六代藩主、戦国正美の代になると、藩の財政は逼迫し、藩政改革の機運が盛り上がった。戦国市一門で行政の最高責任者の筆頭家老、戦国左京は、 重症主義的産業振興策と人権費、削減策を掲げ、同じく一問で財政責任者である、勝手方と踊りか老戦国造氏は失踪権役例の、霊行という保守的な政策と大量に発行された、反殺を回収することを主張し対立した。藩主正美は、左京の政策を支持し、強い権限を与え反省改革に当たらせた。それを背景に左京は、 半士の法録の一部を強制的に借り上げたり、繁栄の物産会所を設置し、雇用承認以外を締め出す代わりに雇用承認から徴収している運譲金の金額を大幅に値上げするなどの改革を推進する。しかし、はかばかしい成果がなかなか上がらず、半士や両外の承認、多額の運譲金を課せられた雇用承認からも反発が出たため、まさみは、 左京の政策を一時停止させ、失脚していた増子を復権させ、反省を取らせた。しかし、その直後の藩主、正美の急死により事態は深刻化する。文政7年藩主、戦国正美が、参勤交代で出府する途中で発病し、江戸について間もなく28歳で病没する。まさには、死者がなく隠居していた、まさの父久道が、江戸で講師を選定するため、 文家の旗本を含めての会議を開いた。戦国左京は筆頭画廊であるため国元の代表者として江戸へ出るが実施小太郎を同伴させた。これを左京が小太郎を後継に押すのではと不信感を抱いた増主は実定の佐古成米を堂々させ監視した。会議は増主派の主導で進み、久道の十字男で正美の弟である道之助を元服させ、 作りとして藩主に据えることで決定した。左京は小太郎を後継に主張することもなく賛成した。こうして、藩政の実権は、蔵主派が完全に掌握し、左京の政策はすべて廃止された。しかし、蔵主が、側近の桜井良蔵を徴用したことから、同じ蔵主派内で、過労、磯野玄太財門と、蔵主、清兵衛が激しく対立し、乱闘騒ぎまで起こす。 この事件の責任を問われ、源太左衛門、増清兵衛は、隠居を余儀なくされる。洋君のもと、筆頭画廊として、人事権を握った左京は、反撃に出て、反重役は、増主の息子主系以外は皆左京派にすぎ替えられた。増主の政策である反殺の切り替えによって、流通量を半減させる政策が失敗し、情報承認からの借り入れが不可能になると、 その責任を問われて、主刑も失脚する。反省を掌握した左京は再び改革を始めた。家族一人当たり一国八都以上の法禄は、六高数に関係なく全額借り上げるメムフチ制を導入し人件費を大幅に抑えた。また、物産会所を復活し、両外商人を締め出し、雇用商人に特権を与える代わりに、運上金を増長する。 そして江戸詰めの蔵主派重臣、荒木現場の不正が発覚したことからこれを免職し、反省の最高権力者になった。天保二年左京は息子、小太郎の嫁に、幕。また左京は、松平康志人に対し、多額の贈賄を行っていたともされる。これに対し、戦国和江、佐古清兵衛、荒木現場、原一郎衛門といった蔵主派の重心は、 左京が小太郎を藩主に据えようとしていると、先々大藩和久道作に実訴する。久道は全く相手にせず、帰って四人は、久道の怒りを改窒協を命じられる。同じ増主派でこの行動の首謀者であった、河野瀬兵衛は藩を追放された。瀬兵衛は、江戸に上り天保四年、一門の旗本、仙国八三郎に上書を提出して訴えた。この上書は、久道夫人に渡った。 佐京の政策から、江戸屋敷での経費も、大幅に節減され待望生活を送っていた、久道夫人は上書の内容をそのまま信じ、佐京が藩士から取り上げた法録を不正に、蓄財しているとして、国元で隠居している久道に、佐京の火を激しく訴えた。久道から、夫人の書状を見せられた佐京は重心を江戸に登らせ、久道夫人に弁明をするとともにセベへの消息を、 つかむことに全力を挙げた。藩内に潜伏していた瀬兵衛は、天領幾の銀山にまで逃げたが捕獲された。本来天領での捕獲には、幕府の勘定奉行の許諾が必要で、無断捕獲は違法であった。しかし、左京は今位の老中、松平康死人に、この事実をもみ消してもらう。そして、瀬兵衛に加担し、戦国ヤ三郎に引き合わせた、ヤ三郎の家臣 神谷天の捕獲を、老中、松平康二人のつてで、南町奉行に実行させた。身の危険を感じた神谷は、虚無像になって、江戸に潜伏していたが、南町奉行所に捕獲されてしまった。この事態に、神谷が、消え所属していた、吹家衆一月寺が、そうは、寺社奉行の管轄に属し、町奉行に捕獲権限はないので違法であり、即時釈放することを、寺社奉行所に、 神谷が所持していた、セベエの上書の控えと共に訴えた。また、久道夫人は実家である、姫路藩邸に赴き、藩主、堺井正学の妻で、将軍、家成の娘清姫にも、藩の騒動を話していた。自社奉行の脇坂安忠は、松平安氏人に対抗し、権力掌握を狙っていた、老中、水野忠邦に、伊豆市藩の騒動と、 孔ツトムの関係を報告した。孔ツトムを失脚させるため、水野忠邦と脇坂安忠は、左京が戦国家の乗っ取りを策謀しているとして、将軍家なりに根上する。伊豆市藩の騒動は、娘の清姫経由で家なりの耳にも達しており、家なりは、この騒動を、自社奉行、町奉行、くじ方勘定奉行で構成される、表情書が裁定し、その責任者を、 脇坂安田だとすることに決める。実際の調査取り調べは、自社奉行銀味物徴役である川地や吉が言った。天保六年裁定が下され、戦国左京は獄門になり、首は鈴が森でさらされた。左京の側近であった宇野仁助も残罪となり、左京の子である小太郎は八丈島へ流罪になるなど、左京派は壊滅的打撃を受けた。 藩主の栗に直接お咎めはなかったが、伊豆市藩は事業を5万8千国から3万国に減報となった。また幕府内でも、老中、松平康市人は同時に発覚した密貿易の攻めも含め失脚、隠居を余儀なくされたほか、南町奉行、筒井正則と勘伊豆市藩はその後も、構想のしこりが残り、文久2年半和久里が実権を握り、 申請を開始するまで長く藩内の清掃は続いた。戦国小太郎は、八丈島に向かうために立ち寄った三宅島で発病し、病没した。小太郎の荷物は皆盗まれ、寝巻きしか残っていなかったという。また、左京の娘は、左右文字と呼ばれる師匠に礼落したという。松平康死人が隠居した後、この公爵が後を継いだが、岩見浜田から道のくたならに懲罰転法された。 南町奉行を解任された、筒井正則は左遷されるが、後に復権し、河地俊明と共に、対ロシア外交の責任者となる。河津とむを失脚させた、水野忠国は、老中取座となり、天保の改革を推し進める。脇坂安忠は、自社奉行から老中に就任する。騒動解決で名を上げた、河地俊明は出世の契機となった。戦国騒動は、 江戸時代の講談や実録本、歌舞伎などの題材として用いられた。ただし、史実と異なり、処刑された人物が黒、構いなしとされた人物は白である。登場人物を善玉、悪玉に分けて、お家騒動の基本的構図を定める。その後、手元の資料から善悪の逸話を抜き出して、お家騒動の筋にはめ込んでいき、その上にいくらかの創作を加えていったという。 内容であった。実録本、仙台地取り航路の内容は、以下の通りである。戦国家七大生達の弟左京は主家を奪う。野望をなつき、宇野神助らと相談、九代、美の守るを、医師高取土のと百に虐殺させる。陽君道之助が継ぐと、隠居、八代久明に遊びを進め、生を専応する。老中浜田禅寺の弟、平松からの娘を、 行き小太郎の妻に迎え、養金を作り、仙台家の長宝地鳥の航路などを送って、味方とする。養金などのため一揆が起こると、善良の武行を悪人ともと交代させ、隠居をいさめた、荒木玄原三ん年寄りの髪を反らせ入浪させる。老中に籠を訴えして失敗した、中心、河野瀬兵衛が、天領幾の銀山にかくまわれていたのを、老中の命といって、 石章を破って捕らえ、処刑する。重宝係神谷店は、左京に反対して逃走。一月寺に入って、虚無双友賀となる。長武行に、浜田禅寺から依頼して捕らえる。一月寺の主蔵が、寺社武行、脇坂明公に訴え出る。脇坂の下で、左京と友賀の対決、七箇条の質問があって、処罰となる。歌舞伎では、嘉永六年三月、花。 吉田岩を赤松に虚無僧姿で主家の騒動を訴える人物が登場し、文久三年、四海太平も地図区では、加賀騒動とな混ぜとなっている。講談では一時、禁止されたという。ありがとうございます。